コーンを頭に乗せたウェリントン公爵の蔵書代ウェリントン公爵アーサー・ウェルズリーの牙像はスコットランドのグラスゴーにある現代美術館の前に置かれた彫刻でグラスゴーを代表する芸術作品の一つである。この牙像はイタリアの彫刻家カルロ・マロケッティにより制作され1844年に設置された作品だが現代では 毎日のように銅像の頭に三角コーンが乗せられていることで有名である。この像にコーンを被せることはこの街のしきたりにさえなっていて地元住民のユーモアの現れだとも言われている。この騎馬像は2011年にロンリープラネットのガイドブックから世にも奇妙な銃のモニュメントの一つに数えられている。2016年6月撮影グラス号のウェリントン公爵騎馬像は イタリアの彫刻家、カルロ・マロケッティによって制作され、1844年に設置された。この像の頭部に三角コーンを被せる行為は、地元住民のユーモアの現れだとされ、グラスゴーの伝統ともなっているが、その起源は、遡れるとしても1980年代の前半と言われている。この像は、スコットランドの英類指定建造物となっている。 コーンを被せることはわずかでも像にダメージを与え、将来的な破損にもつながるため、グラス号市議会とストラスクライド警察は反対の立場である。年に1万ポンドといわれる、騎馬像からコーンを撤去する費用を削減するため、2013年に、グラス号市議会は6万5000ポンドをかけた、彫刻の修復プロジェクトの一環として、騎馬像の台座の高さを2倍にする案を打ち出した。 しかし、それに対して、スコットランド人のミュージシャンであるレイモンド・ハックランドと、グラスゴーの写真家、スティーブン・アランが、キープ・ザ・コーンと呼ばれるフェイスブックでのキャンペーンを開始し、それを講師とした市民からの反対の声の高まりを受けて、台座の高さを上げる計画は撤回された。キバゾウの頭のコーンを守るためのオンライン署名活動も1万以上の署名を集めた。それでも、 市議会が依然として、騎馬像にコーンをかぶらせないための対策を検討中で、あることが伝えられると、スコットランドのアーティストとクリエイターで作られる政治団体ナショナルコレクティブがコーンを守るための抗議デモを行った。2015年、グラスゴー市議会は120万ポンドをかけた監視カメラシステム用の先端ソフトウェアの試験のため、ソフトが 木場像にコーンを被せようとしている人間を自動で検知できるかの調査を行い、その試験に成功したとされている。ありがとうございます。